ダリッジピクチャーギャラリーは、ロンドン南部のダリッジにある美術館。日本では、ダリッジ絵画館、ダリッジ美術館、ダルウィッチ美術館など、様々に呼ばれている。イングランドで最初に、一般大衆に開かれた美術館として建築家、ジョン・ソーンが設計した建物で、1817年に、開館した。ソーンは、自然光を取り入れた続き部屋として展示室を、 配置しており、この設計はその後の美術館建築に大きな影響を与え続けた。ダリッジピクチャーギャラリーは、オールドマスターの作品の所蔵では、イングランド有数の美術館であり、特に、フランス、イタリア、スペインのバロック絵画と、チューダー朝から19世紀にかけてのイギリスの肖像画のコレクションで知られている。ダリッジピクチャーギャラリーは1995年から、 ヒエリ事前機関として登録されている。ダリッジピクチャーギャラリーのコレクションの基礎となったのは、ロンドンで画商として成功していた、スイス系イギリス人画家フランシス・ブルジョワと、共同経営者のフランス人、ノエル・デザン・ファンが収集した絵画である。1790年に、ポーランド・リトアニア共和国国王スタニスワフ・ニセイ、アウグストからの依頼により収集を開始したコレクションで、 ポーランド王室の美術品の充実とポーランドにおける美術の発展を目的としたものだった。ブルジョアとデザンファンは5年をかけてヨーロッパ中を周り絵画を集めたが、1795年に第三次ポーランド分割が行われ、ポーランドリトアニア共和国自体が消滅してしまい、引き取り手がいなくなってしまった。そのため、ブルジョアとデザンファンは他国へこのコレクションをまとめて、 売却しようと試みたが、うまくいかず、重要な作品の追加購入資金として、数点の絵画を売却するに止めて、コレクション自体は、ロンドンで保管することとした。1807年にデザンファンが死去し、ブルジョアは、大英博物館に対して、自身が死去したら、このコレクションを依存したいと持ちかけたが、博物館側の役員たちの問題でこの話も、流れてしまった。 1811年に、ブルジョワが死去した際に、コレクションは、ダリーッジカレッジに依存され、ブルジョワの遺言の条件に従って、コレクションを収容するダリーッジピクチャーギャラリーが、設立されることとなった。ダリーッジピクチャーギャラリーのコレクションに、重要な作品が最初に追加されたのは、1835年の、ことだった。トーマス・リンリーに始まる、音楽家、役者の一族リンリークで、 トーマスの最後の孫となったウィリアム・リンリーが1835年に死去し、一族の肖像画をダリージピクチャーギャラリーに移存したことがそれである。1966年12月31日には発展の絵画がダリージピクチャーギャラリーから盗まれた。盗難にあったのはいずれもバロック期の画家の作品で、オランダ人画家、レンブラントの絵画3点、フランドル人画家、 ルーベンスの絵画3点、オランダ人がかヘラルト、同、ドイツ人がかアダム・エルスハイマーの絵画それぞれ1点である。これらの絵画の総額は当時の資産価値で450万ポンドと言われたが、報奨金としてかけられたのはわずか1000ポンドに過ぎなかった。しかしながら、チャールズ・ヒュイット・ケイが指揮した捜査で数日後には、これらの絵画は無事に発見されている。 複数犯の中で失業中の救急車運転手、マイケル・ホール・カズトだけが逮捕され、禁錮5年の判決を言い渡されて服役した。レンブラントの初期の小さな肖像画、ヤコブ・デ・ヘーデン3世の肖像は、直近に盗まれた1983年を含めて4回の盗難にあってその度に取り戻されており、世界で最も盗難にあった。 美術品として、ギネス世界記録に登録されている。取り戻された経緯や、場所も様々で、西ドイツの手に持つ一時預かり所匿名の密告、自転車の荷台、ストリータム近くの墓地のベンチだった。現在の、ヤコブデ・ヘーデン3世の肖像は、強固なセキュリティシステムによって、厳重に守られている。1811年に、ブルジョワが死去し、 美術コレクションが移蔵されたが、ブルジョワが残した遺言には、自身の友人の建築家、ジョン・ソーンの設計によるコレクションを収蔵する新しいギャラリーを建設して、大衆にコレクションを公開することという条件がついていた。そしてギャラリーの建築費用として2000ポンドの遺産も残されていた。ソーンがダリッジ・ピクチャーギャラリーの設計に採用した天窓を通じた 太陽光を光源とした続き部屋の展示室というシンプルかつ基本的なデザインは以降の美術館の設計に大きな影響を与え続けることになる。当時はダリーッジカレッジピクチャーギャラリーと呼ばれた美術館は1817年に開館した。ソーンの設計通りに展示されている絵画は太陽光によって間接的に照らし出され油彩画を鑑賞する場所として 最適な効果が与えられている。20世紀のアメリカのモダニズム建築家、フィリップ・ジョンソンもこのギャラリーを、ソーンは我々に、絵画の展示方法を教えてくれたと評価した。ブルジョアとデザンファン、そして、絵画の一部を寄贈した、デザンファンのサイクンは、ギャラリー西東中央のマウソレウムに埋葬されている。ギャラリー西側に沿ってソーンが旧否認として、 設計した建物があるが、この建物は1880年に、チャールズ・バリー・ジュニアが展示場所へと改築した。ギャラリー東部分には1908年から1938年にかけて、ES ホールの設計で建物が増築されている。ギャラリー西島とマウソレウムは、第二次世界大戦時の1944年7月12日に、 ドイツ軍の V1 飛行爆弾によってひどい損害を受け、埋葬されていた3人の骨は、ギャラリー正面の芝生に散乱したと言われている。その後ギャラリーは、オースチン・バーノンらの手によって修復され、1953年4月27日に、王大号、エリーザベス・ライリンの下で再開館がなされた。1999年には、 アメリカ人建築家、リック・マザーが担当した、カフェ、教育施設、階段式行動、新しいエントランス、ガラス張りの通路といった増改築が行われ、礼拝堂とダリーッジ・カレッジも所属する、慈善団体、アレンズ・カレッジのオフィスがギャラリーと結ばれた。ソーンが設計したオリジナルの部分にも修復されている、箇所があり、増改築が繰り返されている間に変更されてきた。 マザーが担当した増改築部分が完成し、公開されたのは2000年5月25日のことだった。ダリッジピクチャーギャラリーは17世紀から18世紀を中心としたヨーロッパのオールドマスターたちの非常に優れた絵画作品を収蔵している。重要な臨時美術展も主催しており、近年の例としては18世紀の画家でイングランド活動時代のカナレット。 20世紀の画家、ポール・ナッシュ、ノーマン・ロックウェル、サイトゥ・オンブリー、17世紀の画家ニコラ・プッサンらの作品の美術展が挙げられる。2011年現在ダリッジ・ピクチャー・ギャラリーの館長を務めているのは2005年に就任したヤン・ドジャルダンである。前任者は百九十六年から二千五年まで館長職にあったデズモンド・ショー・テイラーで二千十一年現在 英国王室ロイヤルコレクションの美術監督を務めている。ダリッジピクチャーギャラリーは先進的な教育プログラムでも有名で、特に年少者や老人を対象とした美術講座など地域に密着したプログラムを開催している。教育に携わる部局は年々このような教育プログラムを拡張していっている。 ヤコブデ・ヘイデン三世の肖像レンブラントファンレイン、リンリー家の姉妹トマス・ゲインズ・バラ、サムソンとデリランソニー・バンダイク、リナルドとアルミーダニコラプスさん、セイ・アントニウス・ラファエロ・サンティ。ありがとうございます。